ただいまご紹介いただきました川田です。日本語で失礼いたします。よろしくお願いします。日本の戦争と美術について、基本的なところをアウトラインを今日はお話ししようと思っております。で、こういうふうに専門の方がたくさん集まられるんでしたらもう不要でしたけども、一応日本の戦争の経緯ですね、中国との本格的な戦争が始まってから敗戦に至るまでの経緯がお手元の年譜にあります。これを適宜ご参照ください。전쟁에서발생된공부전쟁미술의굉장히기본적인이야기를할것입니다근데이제여기전문가들이많이모여계셔도이런얘기필요가없을것같은데요그래서모르겠습니다그전쟁의이경위특히이제패전까지의경위에대해서는이연표를참조하시기바랍니다네そのうち美術に関係する項目にはアンダーラインがつけてあります。그가운데미술에관한부분은이제밑줄을그었습니다はい、それでは、参ります。今見ていただいているのは、なんていうかな、戦争中にですね、日本の軍が、画家に公式に依頼して描かせた戦争画というものがあります。作戦記録画と言っていますけれども、その中の特に代表的なものを2点見ていただいています。で、最初見られたら似てるなとしか思われないと思うんですね。両方ともサイズが大きい絵ですね。大きくて、で、写実的で、20世紀の絵にしては随分、古臭いスタイルで描かれていると、共通点の方が目につくと思うんですけれども、実際には今日お話しする内容はこの2点の作品がある意味対照的な性格を持っているということです。굉장히비슷한게보이는데요이거는굉장히실제로그림이굉장히크고사실적이고근데이제보면굉장히올드스타일인데비슷한거보이지만실제로굉장히대조적인특징을가지고있다고합니다거기에대해서지금이번시간에말씀드리죠それはどういうことかと申しますと、こう4つ書いてあるのが、日本の戦争中に行われた大規模な戦争美術の展覧会です。先ほどの作戦記録画の多くはそこに出品されました。지금여기이사회에걸쳐서이게지금전시중에가장크게여긴전람회입니다근데방금전에보신그림은여기에출람된출품된그림들입니다でご存知の通り、日本の戦争は大きく分けて前半と後半、2つの性格の違いがあります。で、境目になるのは当然パールハーバーですね、真珠湾攻撃で、それ以前をこのお話では日中戦争で、後半を太平洋戦争というふうに名付けておきます。전반후반은아닌데이게이제그경계가되는게진주만공격이고전반앞부분을주민전쟁뒷부분은태평양전쟁이라고명명하겠습니다先ほどのこれはですね、この2つの作品はこういう関係になっています。左側の作品は真珠湾攻撃の1年ほど前に出品された作品ですね。で、右側の作品は真珠湾攻撃から1年後の展覧会に出品された作品です。この辺に왼쪽에있는건진주방공격1년전에出品된거고이건1년후에出品된거この2つの作品の間にはだから真珠湾攻撃がある。真珠湾攻撃を挟んで戦争のムードというものが大きく変わった。それが作品にも表れているんだという話をこれからしたいと思います。真珠湾攻撃を契機로해서사실작품의분위기が굉장히바뀌었다는것도지금도말씀드립니다
1937年の、7月に、日中戦争が始まります。で、始まってすぐに、非常にたくさんの従軍画家が、戦地に向かう。これは調べ始めて、すぐに分かりました。ただし、初め私が勘違いしていたのはそれが強制によるものだと思っていたんですが、実際よく調べてみると違ったんですね。誰も画家を戦地に連れて行ってはいない。彼らはほとんど完全自発的に従軍していたということが分かりました。주기전쟁이발발해서많은이제공군화가가전장에가는데요처음에는저는그걸강제에의한것이라고생각했는데그게아니라많은조군화가자발적으로전장에가게됩니다제가좀착각하고있었습니다まあ、これはその頃の、作品です。日中戦争期 の、 戦争が従軍した画家たちが描いた、ものですけれども、じゃあお願いします。じゃあその頼まれてもいない画家がなぜそんなにたくさん戦地に赴いたのかということを、私なりの考えを、述べてみたいと思います。왜이렇게부탁받지않는강요되지않은사람들이왜이렇게많이전장에가는가이부분에대해서좀의문을좀예나눈것같고이문의의문에대한답을좀찾고자합니다아なんていうんですかね日中戦争は大掛かりな実際としては大掛かりな戦争です。総力戦トータルウォーですね。でそういうものが起きた場合に社会の中でどのようなムードが生じるかというのを表したのがこの同心円です。中国戦争は大規模戦争は총력戦입니다。この戦争では어떤ムードが생겨나는지、これを나타내는게바로이동심원입니다。これはもう真ん中はすぐお分かりだと思います。どの国でも戦争が起きた時にはこうなることですね。実際に戦っている人間が当事者として真ん中にいるんですね。でその周りにそうではない普通の大衆がとりあえずは誕生します。でその普通の大衆というのも当事者からの遠さによって、なんていうかな、追い目引け目を感じるということがどうしても起きるわけですね。じゃあお願いします。이그림을보면은이제이가운데가당연히이제당사자인본인이고요그주변이이제일반대중들인데어떤순간에이이전쟁의영향을받는어떻게보면이제그그런사람들이이제존이존재하게됩니다。네まあおそらくはモダンアートの世界において価値観においてアーティストというのはポピュラスに入っていない、入らないぞというのがアイデンティティの一つ一部ですから、彼らっていうのはこういう状況に立ち至ると急にびっくりしてしまうというか、自分の身の置きどころがもう極端になくなってしまうというそういう現象が生じただろうと思います。원래근데예술가들은이제이런파플베이스트이쪽그대중의그외연에있는사람들이있는데갑자기전쟁이되면서어쩔수없이이렇게거기에관여할수밖에없는이런굉장히좀이상하게그비상시기가되는그런상황입니다。ただしここまでは普通の戦争、どの国でいつ戦争が大きな戦争が起きても生じることです。이런것은어느나라든지전쟁이일어나면보통이게생기는현상입니다。で、で普通の場合、普通の大戦争の場合だからといって画家たちが急に浮き足立って戦場に押しかけないのはなぜかといえば、そんな大きな戦争には大抵の場合、こういうものが、こういう図式が成り立つからだろうと思うんです。대규모전쟁에왜화가들이전장에가는가하면바로이제바로이러한그림에서나타나는이런현상들이나타나는何のためにこんな大きな戦争が起きているのか、敵は誰なのか、つまり我々はなぜ完全に正しいのかという、こういうような了解が
まあ、だんだんこう盛り上がってくる、みんなに了解されていて、こういう大分かりな戦争を支えるというのが普通のトータルをだろうと思うんですけども、총력전이라는것은전쟁의원인이뭔가우리의적은누군가아뭐이런것들이점점대중간에침투되면서전쟁의원인이확산되는그런것입니다あの日中戦争はもうとにかくあの不思議な戦争だなと調べれば調べるほど思うのは、日本人にとってこういう側面が非常に濃かったということです。中日戦争は非常に異様な戦争で、바로이제이그림에서이러한성격이강했다는찾아볼게그연구하면연구할수록굉장히이상한전쟁이바로이런무용표가된거大変な戦争が起きてて、起きている以上負けてほしくないと国民は考えていますけれども、なぜこの戦争が起きているのか、戦争をしている相手の中国はなぜ悪者なのか、逆に言えばじゃあなぜ日本が正義なのかということが国民の中では分かっていないですね。だけどどんどんこう締め付けが強くなってくる。ほとんどの国民は国のために尽くしたいとは思うけれども、どういうのが尽くしたことになるのかっていうのは分からないわけですね。もう一旦、발발한전쟁에대해서는지고싶지않다는이런마음이있는데요근데이제이중미전쟁이라는게왜발발했는지그리고중국이왜나쁜지우리가왜옳은지이런거에대한설명이부족한거죠그러면서그렇지만이제계속국민들이전쟁에몰입되면서사실이런부분들을설명해줄뭔가가필요했던거죠こういう戦争ではもう国民全員のその誠実さというのは当事者からの当事者への近さっていうんですか、当事者どれほど当事者のようであるかでしか測られないっていう、そういうようなムードが日中戦争時代の日本の国内には蔓延していたように見えます。当時の戦争の国民の誠実性いらこんなもいろんなことを当時戦争に関係ある당사자얼마큼거리가가까운가이거에따라서달라진다는것입니다あの日中戦争期の空気というのをどういうふうな形でお伝えするのが一番分かっていただきやすいかと思ってたんですけども、あのこれはあの短歌ですね、あの和歌の形式で、あの当時はもう、前線の兵士も歌いますし、国内の市民もたくさんその戦争をテーマにした短歌や俳句を作って、それまたそれを集めた出版物なんかも出されました。そういうものの中からあの当時あの国内の空気をよく表すと思われる短歌を集めてきたのがこれです。これは日本の短歌라고하는짧은문학작품인데요이거를통해서전쟁의분위기를파악할수가있다고합니다사실이거는전쟁을테마로해서일반병사들도이거를그지었고일반국민들도많이이게보급이됐고또출판이됐습니다사실이걸통해서어떤전쟁의분위기를알수가있습니다一つ一つ読んでるとあれですので、ただあのポイントを申します。全部に共通しているのは、日本軍の勝利を歌いながら、とても暗いということです。どっか戦闘があって日本軍が勝った、さて何が彼らの脳裏に残っているかというと、ああそのためにどれだけ多くの日本兵が死んだんだろうということばかりを歌った歌だということです。これを一々説明はしてないんですけど、でも共通点があります。共通点は승리를이제보고가하면서그이제참여하면서도굉장히저기매우어둡다는거죠머릿속에남는거는승리했는데굉장히얼마만큼많은일본분들이이전쟁이전투에서죽었는가이런것들이공통적으로느끼는거예요そうですね。だから戦争で何を勝ち取ったんだろうって考えるよりも、その戦争によって何が失われたんだろうばかりを考えている。これはやはり根本的なところで、この戦争自体にどういう目的があるんだろう、その基盤になる認識が国内に欠けていた証拠ではないかなと思います。전쟁을해서무엇을획득했는가
옷을 상실해서 이런 것도 굉장히 강했기 때문에 전쟁의 목재옥이 굉장히 불투명했기 때문에 이런 것들을 좀 이렇게 보양시키는 일이 필요하지 않았나 싶었습니다. 네. おそらく、そういうムードの中で、画家たちは誰に頼まれてもいないのにとにかく社会の中で身の証を立てようとすると、もう兵士のようであるという体験を周りに誇示せざるを得ないですね。で、自発的に従軍することになる。これは先ほど申してました。で、どうやればいいのかな。当時の軍の軍人の発言なんかを聞いてますと、迷惑であるということをよく言っています。お願いします。もう番組で똑같은 이야기를 하니까 왜 이제 중국 화가들이 자발적으로 가게 됐는가 이런 것들을 이야기하는데 당시 이제 군인들의 발언들을 왜 감히 迷惑ですね。迷惑。迷惑。ああ、いえ、ちょっと、おいら、ちょっと、参加しんじゅんね、もう、いろいろ。あの、ラブガテに、ジョンジュンとやおるんごする、ねえ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 、それがあるとき、まあ、出先の、上海の軍司令部でいつまでもこう迷惑があっていてもしょうがないのでもうどんどん画家が来るわけですからこれをなんとか有効に利用できないかというプランが持ち上がりました。特に上海の軍사연구에계속이제화가들이오기때문에이게굉장히좀폐뭐좀이렇게좀귀찮게생각했기때문에오히려이제이걸어떻게효율적으로이용할수있을까이런발상을하게된서거게됩니다。上海から南京までの一連の戦いをテーマを決めてこちらから画家に依頼をして画材も、まあ、大きなキャンバスも提供してアトリエも提供してちゃんと描いてもらおうというそういう先ほどお話しした作戦記録画のプランがこうして始まることになります。上海の南京作家南京戦術家でこれをテーマを해가지고이걸이제의뢰를해서여기있는캠퍼스도제공여러가지이제화구들을제공해가지고それを見ていてこれは商売になると思ったのが朝日新聞でした。まあ朝日新聞が画家たちに働きかけ軍にも働きかけてその作戦記録画をメインの出品物とするこういう一連の展覧会を始めることになります。그래서이제이게정사된다고해가지고군인군이라든가화가들한테이제이게이런걸이제교섭을해가지고이작전기록화를이제전람하는겁니다미술자このプランが伝わってきて非常に盛り上がったのは美術批評家でした。もしくは美術史家でした。이런이제계획이이제전해지자굉장히여기에이제흥분했던게바로미술평론가입니다。この実際画家たちは自発的に従軍しました。した以上は、でもする時の名目は報道するということなんですけど、誰も20世紀の半ばにもなって絵が報道の最前線だとは思っていない、画家も思っていないわけです。이제그화가들이이제중동을해가지고그림을그리는데이제이걸이제목적을보도하겠다고이런데20세기중반에그림이보도에대응될수가없다는거죠。結局従軍した画家が従軍しただけのことはあると言ってもらいたければ戦争の絵を描くしかないですね。결국은이제종군한화가들이할수있는건결국전쟁그림을그릴수밖에없는거죠。それを早い時期から見ていた評論家もあるいは画家自身もこの機会にその戦争の絵というものを積極的な課題にするにはどういうふうに考えればいいかということを模索してきたわけです。
이런 걸 보고 있던 뭐 평론가라든가 아니면 화가 자신들이 이제 이런 전쟁과 전쟁 그림을 어떻게 이제 적극적으로 뭐 가대 성장할 것인가, 그걸 이용할 것인가 이런 것들 좀 고민하기 시작했습니다. ご存知の通り、日本は19世紀の後半からヨーロッパ美術を学び始めました。美術を学び始めました。でだけどこれはちょうどモダンアートの始まりと、ヨーロッパにおけるモダンアートの始まりとほぼ同時だったということが重要になると思います。あしたしき、日本は19世紀後半からヨーロッパ美術を받아들였습니다。이시기는ヨーロッパでモダンアートは거의동시기에それ以前のヨーロッパで積み重ねられてきたアカデミックな絵画というものを日本人は知りながら、もうそれにこだわってはいられないという学び方を始めなければならなかったからです。ヨーロッパの以前に蓄積されたアカデミックで表現があるので、そういうものに不意받지않고、モダンアートとかそのことが分かりやすく言えば、100年近くの間、日本の美術関係者にとって、まあ、秘めたコンプレックスであったように私は思います。그런걸이제쉽게설명하면100년간의어떤미술사에서보면은이일본미술관계자들하나의コンプレックスだった。評論家が考えたのは、この機会にこんな形でチャンスが回ってくるとは思わなかったけど、この機会に日本が学び損ねたアカデミックな絵画というものを達成してもらおうじゃないかというような意欲だったと思います。評論家들은바로이전쟁을이바로이기회에그동안이제그경시했던아니면무시했던이런아카데믹회화를이번기회에좀발성을배우자라고하는그런바람이었던취지가있었던것같습니다。画家にもその意欲はありました。画家들한테도그런의욕이있었습니다。その成果がいよいよこう明らかになる。みんながこう専門家が楽しみにして待っていたのが一番最初の展覧会だったということになります。ところが、その展覧会は期待して待っていた専門家から散々な評判しか得ることができませんでした。근데그게기대되었던전람회는실제로는전문가들굉장히평가가높았다는점을좀호평을받았다는점입니다。これはそこに出品された作戦記録画です。이거는이제그때당시출품되었던작품기록화입니다。例えば当時の東京大学の美術史の先生だった小島菊夫という人物なんかは、もう非常に悔しがって、次のようなことを、新聞で述べています。当時、東京大学美術者を専攻했던小島菊夫は非常に분해서新聞에다음과같이얘기합니다。一点でもいいから本物の戦争画が見たかった。뭐한점이라도좋으니까진짜전쟁그림을보고싶었다。一点も例えば敵が出てこない、血が流れない、死体が描かれないのはなぜだろう。그림하나라도적이나타나고한그림이라도적도안나타나고그다음에피를흘리지않고시체가등장하지않는다는거죠。画家たちはこの展覧会のタイトルを忘れたんではないだろうか。이화가들이전람회의타이틀제목을잊어버리고있는게아닌가。聖戦美術展、聖なる戦いというからには聖なる目的のために日本兵が血を流して時には死体となって転がる、そういう場面も描かれてしかるべきではないか。이게성전미술전미술전이기때문에성스러운전쟁을위해서피를흘리거나아니면시체로올라다니는이러한이왜多分こんなのが見たかったんだろうと思うんです。
で画家たちもこういうものを描ければ描きたいと思ってた、そこは共通してたと思います。有名なルーブルにあるドラクロワの作品ですけども、これこの作品が可能なのはもうお分かりの通り、彼女、これは自由のアレゴリーであり、フランス共和国の擬人像です。彼女がいなければこの作品はほとんど見るに堪えないということです。만약에이여자가없으면이그림은참볼수있는볼수볼만한그림이안되는거죠単なる無ごたらしい場面を描くということは美術史の上でありそうだけども、決して今までなかったことだと私は思います。그단순하게어떤굉장히그참혹한그림을그리는건있을수도있었지만그런그림이가능할지모르지만그런그림은지금까지없었다고봅니다この作品が見るに耐えるのはフランス共和国の自由のためだということがあるから、彼らの振る舞いにもここで倒れている犠牲者にも読み方が生じて、それに従って読むことで我々は見るに耐える、むしろ楽しく見ることができているんだと思います。フランス共和国を創生하는게바로자유자유의여신이있었기때문에바로이제그옆에있는뭐희생자라든가뭐이런것들이런것들여기이제배경들을해석할수있고그런것들도이해할수있을거면先ほどの図でいうハテナですけども、日中戦争にないのはなかったのはこの彼女の存在だということです。中日戦争그림에서없었던게빠졌던게바로이여자자유여신네이라는존재였던것입니다だからどんなにその画家たちからしてみると、批評家たちからせっつかれようと、あるいは軍隊が許可してくれようと、そんな無ごたらしい場面、日本兵があるいは敵兵が血を流してあるいは死んでいる、そんな無ごたらしい場面を描いて見る人間がそれをちゃんと読み取るための文脈が用意されているだろうかという、そういう恐れがあったと思うんですね。뭐아무리그뭐군이허가도하더라도굉장히이러한그잔혹한장면이나오는데그거를이제사람들이제대로이해할수있는그런문맥들이과연여기에포진된이런문제가되겠습니다そういう日中戦争期の作品のまあ造形的な特徴も今お話ししたようなムードと関係があるように思います。바로이제왜이제이런게말씀바로중일전쟁성격과깊은관련이있습니다。まず中国を心の底から敵と呼べない日本人にとっては、日本兵が 100% のヒーローだと思い込むこともどうもそらずらしかっただろうと思います。中国軍に中国軍を적으로생각하고나면이제일본인들 100% 정의롭다고생각할수는없는거죠。敵が画面、敵をどう登場させていいかわからない画面では、ヒーローである日本兵も 100% ヒーローのように、例えばこちら向きに、劇的な演出をつけて、まあ、これ見よがしに描くということは、どうも、はばかられたような気がします。ヒーローが있었는데그러기에는대단히좀능력이부족한그러기에는상황이그렇게위치않았지않나이렇게敵も味方も血を流しませんし、死体となって転がることもないということですね。적우리편모두피도흘리지않고이렇게시체로돌아다니지않는다。結果的にはこういう画面になります。日本兵だけが登場して我々に背中を向けて見えない中国軍に対峙する。결국이제이런그림이결과적으로 이런그림이되는거죠。결국이제일본그중국군이등장하지않고중국군과맞서고있는일본인들이등장하는그림이되는것입니다。
その代わり日中戦争期の戦争画にはないものはいっぱいあるんですけど、むしろ太平洋戦争期の戦争画にはなく日中戦争期にたくさんあるモチーフが一つあるのは、まあ、こういうもの日の丸の旗だろうと思います。もう태평양전과비교해서이렇게없는게되게많은데근데그태평양전에비교해서중일전쟁에만있는모티브는바로이히노마루이일장기이라고볼수있습니다これは私は何て言うんでしょう、品質保証証のようなものだと、絵画の品質保証証のようなものだと思っています。まるいかなん회화의품질보증서와같은そのことをよく示すのがこの作品ですね。これは朝鮮志願兵という作品です。作者の山田新一は当時ソウルに住んでいました。聖戦美術展にこの作品を出そうと思って描いているときに、これは彼自身が語っているんですけれども、絵の中の人物の顔つきが暗くなってきたので、まずいと思ったんですね。これは単に私は絵が下手だったんだろうと思います。本当は目のキラキラしたプロパガンダ絵画にしたかったんだろうと思うんですけど、どうもうまく描けなかったと。でこれはもし見る人が見て、お前はどういうつもりなんだということになると大変ですから、どうしたらこれがちゃんとしたプロパガンダになるかと彼は悩みまして、で自分はこの少女の手元にこう日の丸を書き加えるっていうことを思いついたっていうんですね。でやってみると確かにそういうふうな曖昧なメッセージがこの絵から出ることはなくなったということです。本人もほっとしたと自分で語っております。그러다보니까이제굉장히이남자의얼굴이어두워졌다는이거는이제전쟁프로파겐이선전의혼동에이제잘어울리지않는거였는데사실그거는왜이게됐냐면제가봤을때는이거는이본인이이제대로그림을못그린게아닌가싶습니다원래는이제되게이렇게눈이번쩍번쩍한이렇게굉장히좀살아있는이런눈이됐었는데그게안되고굉장히표정이어두우니까이게결국이제선전미술품전에출전하기때문에이제전쟁혼동에기여하지않으면안되기때문에결국어쩔수없이이제다른그소재를찾아그게바로이제소녀의손에쥐어있는이히노마루입니다그래서원래의도했던것들이굉장히좀애매모호한것들이히노마루에대해서이거를커버했던この機能は戦争中の報道写真によく見られるこういう日の丸の旗を振って日本軍を迎える占領地の人々とこれと同じだと思います。이기능은이제바로일장기를흔들면서병사를보내는점령지에바로이사람들과거의비슷한기능을하고있다볼수있습니다つまり中国の市民が日本軍の占領地域にただ存在しているというだけではとても危険、身の危険があるわけです。つまりどのような中国人かという解釈は日本軍の自由に委ねられています。이제바로점령지에서중국인이이제존재하는데그런단순한어떤그런게아니라어떠한중국인이존재하는가이런게굉장히중요한시점이되는거죠。その時にこれは身を守るための、まあ、武器になるわけです。바로이제이때히노마루는이제일장기는자신을지키는무기가되는거죠이점령점령지에있는중국인이라는거죠日本に対して友好的な方向の中国人だと読みなさいというそういう意味合いを後から付け加えているわけです。바로이제일본인들한테굉장히우호적인중국인이라는나중에서이제의미부여를하고おそらくそれが日中戦争期の戦争画にたくさん出てくる日の丸だろうと思います。そういう意味で言えば最初に見ていただいた小磯良平のこの作品ですけども、日中戦争期のそういう条件の中で、まあ、最大限、アカデミックな装いを凝らした作品だったのではないか。しかし、じゃあ何を描いているのかといえば、ここの拡大ですけれども、やはり見えない中国軍を追って画面の奥へと消えていく日本軍を描いている
やっぱり日中戦争の前提からは一歩も出ていない作品だということが言えます。바로이그림은이제코이소요해가그린그림인데요그뭐랄까아카데미즘을아주최대한발현시킨그림입니다바로이동그라미부분을확대시킨부분이바로이부분이번에는이제바로이중국군이등장을하게된거예요중국군가됐습니다저도あ、はい、あ、いえいえ、中国軍は描かれていません。この日本軍は全体が見えない中国軍を追って画面の奥へと今消えていくところです。日本軍に보이지않는중국軍을쫓고있는거예요。結局中国軍が登場しません。それが、この辺りからちょっと大いに急がないといけないですけども、それが大いに変わるのが最初にお話しした真珠湾攻撃以後、太平洋戦争になってガラッとムードが変わるということです。ちょっと、行がずれちゃっていますけども、まあここはまあいいですね。これはいろんな人たち の、まあ、セリフを引用しているんですけれども、これだけちょっと読んでみましょうか。高村光太郎という有名な詩人です。彼が読んだ詩の中にこういう一節があります。大敵の所在ついに暴かれ、我が向かうところ今や決然として定まる。要するに本物の敵は誰かやっと分かったということです。だから今後はもう腰が据わった、心の底からこの戦争を戦う気になったよという、そういうメッセージですね。これは有名な高村光太郎と言われる人の詩です。この詩は本当に적이나타나った、드디어우리가점수준비할수있다、相馬漁夫という別の歌人はこういう歌を詠んでいます。雨に土に英霊なきて喜ばん、よきかなその名大東亜戦争。つまり、太平洋戦争が始まって、今までの戦死した日本兵たちが死後の世界で泣いて喜んでいるだろうということですね。漁夫です。はい、요부분인데이제태평양전쟁이발발전사한사람들이이제비로소사후에이제깃발どうして今頃になって日中戦争で死んだ兵士が泣いて喜ぶのかといえば、やっぱりこの相馬漁夫は日中戦争のことを意味のない戦争だ、戦死者は意味のない戦死者だというふうに心の底では感じていたんだろうということです。그러면왜이제죽은병사들이울면서기뻐한다라고하는건지이송마라는사람이생각할때중일전쟁은의미가없는전쟁이었다고생각해요。최근에시작되면서이제전쟁을늘쳤다는거죠。ここで太平洋戦争が始まることによって、もちろん政治史的には太平洋戦争というのは日中戦争が原因で、日中戦争の継続が目的ですけれども、日中戦争期にはなかった明快な戦争の図式というものを国民の間に持ち上げることが、行き渡らせることができました。こういうものです。政治的に見ると中日戦争が延長に平洋戦争で、근데이제국민들한테는이제전쟁의도시전쟁의목적이런것들이확연하게됐다는거죠。非常に明快な図式で、この図式が、まあ、初めて 100% 正義の我々対 100% 悪の悪者の敵という図式を、つまり普通の戦争における心理的な図式を戦うことを日本人に可能にしたように思います。전쟁은선거하게확실하게나눠지는도시기필요성まあ、時間ちょっとこれはちょっと飛ばしましょう。飛ばします。後でご説明します。で、その気持ちというのは当然画家にも共有されています。で、今から見ていただくのは真珠湾攻撃から1年後に開かれた第1回大東亜戦争美術展の出品作。やはり作戦記録画です。
まあ、あの作品個々の説明はしませんけれども、でもムードが明らかに違うのは 見てお分かりだと思います。もう全体を作品を説明はしませんけれども、雰囲気が足りたのを知ると思います。この作品を描いたあの鶴田五郎という画家はちょうど描いている頃にこういうセリフを残しています。이그림을그리는사람이鶴田五郎の사람이이그림을그릴때바로이런기록을남겨ここにご注目です。我々は画家だから画家として国に尽くすことがいくらでもあるんだ。これが日中戦争の時には画家が言いたくても決して口にできなかった一言だと思います。他にも同じ展覧会の作品です。日本兵が向こうからこちらを向いて攻めてくる、それからあの攻めてくる途中で日本兵が傷ついて倒れている、それだけでも日中戦争期には描けなかった画面だということがお分かりだと思います。向こうから手前の方に日本兵が攻めてくる。日本軍に反対쪽에서이제攻撃を。바로이런것들은주민전쟁에서는그릴수없었던이런그림이라고そしてその同じ展覧会に出品されていたのが、あの一番最初のスライドで右側に出てきた宮本三郎のこの作品です。これはあのシンガポールの陥落の時の降伏会見を描いています。이제그앞에있던그화가같은그림인데요이거는싱가포르함락때한국상황을그린그림입니다これはまああのどうぞあの完全な正義の我々が完全な悪の帝王である敵を打ち負かす、しかもその物語が新聞で連日国民全員にこう周知されている、それを描いているという点で、あのまあ本当にヨーロッパの古典的な意味でいう物語が歴史がのに近づいた作例が達成されたと言っていいかもしれません。新聞で国民で완벽한선인일본이이제완벽한악인미국을때려바로이러한신분들의내용들이이제그림으로현상화되는거고그런의미에서이제유럽의역사화에그렇게가까워진다で太平洋戦争になって、つまり戦争目的、戦争の図式というのが非常に明快になってから、あとあの写真をめぐるあの日本における写真と絵画のちょっと特殊な関係というのがあの浮かび上がってくるように思います。태평양에는전쟁이발발하면서전쟁의목표라든가도시가명확해지면서그리고나서이제사진과회화그림의특수한관계가이제구상되게됩니다。あの報道写真をそのまま写した絵があの一つには増えてくる、非常に増えてくる、これはもう典型的な例ですけど、こういうことがあります。이報道写真을그대로이제그리는あ、そうか、理由も言わないと、もう分かりだと思いますけど、あのやましくないからです。つまり日中戦争の時には画家は それは画家にとって非常にあのやましい振る舞いでした。丸写しがバレたりすると、あ、本当に戦場にいたのはカメラマンであって君じゃないんだねと言われてかねないからです。だけど太平洋戦争期の画家は開き直ることができました。そうだよ、戦場にいたのはカメラマン、自分は画家だからアトリエにいたのが何がいけないんだいと言えるからです。그전에는주민전쟁때는이제이런그림을그대로이제사진을그대로그리지못했던것은이제다른사람들한테뭐라고이야기를듣는거죠그러니까전장에갔던거는사진작가가면서너희들안가지않느냐그런것들이굉장히좀껄끄러웠는데나중에이제오히려이제이사실화를그리는거에사진을그리는거에대해서굉장히히라키나오리가히라키나오리가여기에서도적으로자기를이제대응한다
時々こんなことも起きます。同じ写真を全然それと知らずに別の画家が引き写してしまうということも起きたようです。で、あともう一つは写真を引き写して描けないはずの絵まで写真の引き写しで済ませてしまうことが日本人の場合は多かったようです。もうちょっとまとめてお話してから、これは小磯良平が描いた作戦記録です。日本の占領下でビルマが独立する時のセレモニーを描いています。이거는 이제 코이소 료헤인데요. 그림인데 보마가 독립할 때 그 식을 그 기념식을 그리는 그림입니다. 我々 は 먼저 どこに 目を 吸い寄せられるか というと この 辺り です. 어디에 주목해서 바로 이 언저리입니다. それ は おかしい です. 主役はここにいるわけですから、こんなところに目が止まるのはおかしい。それなんでこんなことになっているかといえば、こんなところにフォーカスがあった写真を彼がそのまま引き写しているからです。本来は、これが中心で、このセレモニーが中心なので、でも、どうやら視線が中心に固定されているのは、なぜかというと、これは、この写真を描いているからです。この状況です。こんなに人がたくさんいてはしょうがないというのは言い訳になりません。ヨーロッパの画家はそういう場合、こういうような演出をちゃんとするからです。이제 사람들이 많기 때문에 이제 이런 그림이 됐다는 것은 말이 안 되는 거예요. 왜냐하면 유럽의 화가들은 아주 이렇게 제대로 이렇게 평상화를 하고 그림을 그리고 있는 것입니다. 즉 말이 絵というのは 表現なのだということをヨーロッパの画家は骨の髄から分かっている。写実的なテクニックはその表現の説得力を増すための手段に過ぎないんだというのがヨーロッパ美術の伝統です。바로 이제 그はい、魂ですけど、ヨーロッパの画家の、ヨーロッパの画家の、まあ、伝統ですね。伝統でというのは、写実じゃなくて、はい、何を強調するんですか。あ、表現です、ね。表現です。はい、ユーロッパの画家は、어디까지나이표이표현력이중요한거지사실이런게제대로그리면이건하나의테크닉에지나지않는다는거기때문에例えばこれもそうです。両方とも上は日本の作戦記録が、下はナチスドイツの絵画作品です。で、日本兵はハイキングをしているようだと言われたらそんな気もします。どんな英雄的な軍事行動もハイキングも写真に撮ってしまえば写真自体は変わらないからです。어떤뭐영웅적인뭐행동이라든지뭐ハイキング散歩하는거이런것도사실은사진으로찍은거의똑같다는이게이제표현력이달라진다는거これなんかもすごいです。これは特攻隊神風特攻隊の出発の情景を描いた絵なんですけども。やっぱりこれも本当に草野球みたいに見えるのは写真を丸写ししているからですね。これは特攻隊が出発する前の場面を撮るものです。で、兵員たちが後ろの背景が撮影されているのは、그대로写真を撮影しています。大体日本が太平洋戦争の半ばを過ぎて、どんどんこう負けが込んでくる。つまり、写真を引き写せば意味のあるストーリーが描ける時代ではなくなっていくわけですね。太平洋戦争中盤以後へ、이제계속日本に패배되면서、写真を그대로、写真、그림으로옮기는의미가있는그런그림이되게되는거죠。패배하기때문에。そこから後の時代、日本が負けていく時代のヒーローをこのタイプの画家は、描くことはできませんでした。그러니까이제패배하는상황에서어떻게이제영웅을형성하는거근데이제바로이그림은그런것들을제가형성해내지못했다는거죠その頃になって가ぜん
まあ、作風が、とか制作が軌道に乗り出したのが藤田嗣治という画家です。바로그때이제작품작품이이제공개되어오는사람이바로藤田嗣治입니다。これは1943年5月日本軍の初めての玉砕ってお任せしていいですか。今1943年で처음으로옥쇄한이처음자살한이런그걸옥쇄를한걸이런게있는藤田、どっからこの辺は飛ばしていいとこは飛ばそうかな。これは飛ばしましょう。すみません。この作品をまあ描いたとき、これは彼が自発的に描いた作品です。이그림은이제藤田が자발적으로그린だけど発表しようとするときに軍部の中には随分大丈夫かとこれを心配する声があったといいます。だけど藤田の方では全くそのところは心配していなかったそうです。つまり藤田に言わせればむしろ軍の方が自分の行っているプロパガンダの本質をちゃんと理解していないんじゃないかっていうそういうことだったと思います。プスタローが생각하기에는오히려軍に전쟁의プロパガンダプロパガンダ선전을제대로이해하지못하고있는게아닌가日本の戦争中の大本営発表というのは嘘ばっかりだったと言われてますけども、それは別にその何かその本当にわざと嘘を言うだとか隠すだとかっていうそんな単純なもんでもなくて、何かを発表する時のそのバランスを調節するやり方だったんです。そういうプロパガンダだったんですね。일반적으로대본영의발표는거짓이다라고이야기하는데그것은일부러막속이거나축소하는게아니라사실이제이균형을이제조절하는그런거였다고생각해요。ちょうどこの頃1942年か43年頃に日本の戦況は大きなこう曲がり角を迎えます。이때이제1942년43년에일본의정권굉장히크게전환하는그런시점이었습니다。その時の本当に致命的な事件、例えばミッドウェー海戦で敗北するだとか、そういうことは少ししか報道しません。その一方で、これはアリューシャン列島のアッツ島に滞在していた日本の軍隊が全滅した、こっちの方を非常に大きく報道します。그에반해서이건아츠토라고하는이런섬에있는체제에큰일본これはもう本当に戦争を喧嘩のようなものだと考えると、骨折と切り傷ぐらいの違いがあるはずです。その骨折を隠すためだったかどうかは分かりませんけども、この切り傷のことを軍部は非常に積極的に大々的に国民にアピールしました。もうこういう골절을이제숨겼는지는모르겠는데、반대로이제이찰과상같은경우굉장히대대적으로군이이거를선전했습니다。で、藤田はそのことを知っています。だから、どんな負け戦を、すみません、その圧倒に関してはこういう論調ですね。さっきのこれを見たら分かりますけど、日本軍が全滅したって言うんです。全滅した、誰も助からなかった、その時に誰も助けてくれと言わなかった、なんて立派な先人たちだろう、自分たちもあのような心構えでいなくちゃいけないな、というそういうプロパガンダです。이거는이제그전멸했다그러나누구나누구도이렇게사회가요청하지않았다바로이제그러한각오를이제전쟁선동에이용했다는거죠。그렇게나도대대적으로생각합니다。つまり의미のある死に方をした兵士というものを
その詩を日本人がどう読むかはもう社会的に出来上がりつつあるんだと藤田は見切っていたわけです。だから藤田にしてみれば、それをその文脈に作品が乗ることが大事。乗りさえすれば、その画面自体がどんなにむごたらしくて、テーマがどれほど日本軍の敗北に固まっていても一向に構わないと見切っていた節があります。藤田は、その文脈を알고있었기때문에、その作品에서얼마나이렇게참혹하다든가、아니면이제テーマが日本軍に패배라할지라도、그런그뭐랄까이런문맥그아까도말씀드렸듯이그이제병사들죽음들이이제일정부분국민들한테수용되는것들이런문맥을알고있었기때문에그런들이例えて言えば、この時期の日本人にとって玉砕のテーマ、玉砕を描いた絵というのはヨーロッパの宗教絵画における殉教図のようなものだったかもしれません。예를들면이때이제옥새라고하는그림은유럽그림에서유럽에서나타난그순교와같은그런의미였을지도모르겠습니다残酷な殉教場面を描いた場合、見る人はまあ泣くかもしれませんけども、彼らの怒りは画家に向かうんじゃないんですね。異教徒に向かうわけです。残酷한순교의그림을보면서이걸보는사람들은울지도모르겠지만그게그렇지만그분노는화가한테가는게아니라바로이제이교도에향해진다는거죠。藤田が考えていたのは、問題はそういうタイプの殉教図だと思わせられるかどうかですね。문제는바로그런타입의순교도로순교를그린그림으로사람들이생각하게할것인가말것인가그런문제라는거죠。そのためにその文脈にきっちり載せるために彼は細心の注意を払っています。바로그런문맥을살리기위해서그는아주주의를기울이게됩니다。まあ、自発的に描き始めたこの絵ですけれども、その完成した日には主な新聞の記者を全部自宅に呼んで発表を行います。オカルティックなエピソードをたくさん披露します。夜中に日本兵の顔が一瞬ふっと笑った、あれはこの世に魂が帰ってきて宿った瞬間だったんではないかとかですね。もう、이제、밤중에、일본병사が갑자기웃었다든가、아니면、이제、もう、영혼이돌아왔다든가、이런、もう、굉장히、여러가지エピソード、이런ことを言います。そういうことを言って、画家たち、新聞記者が帰った後で、彼はこの作品を持って陸軍省に赴きます。그런이야기하고난다음에、이제、記者들이돌아간다음에、이그림들을가지고、육군성으로가져갑니다。そしてこれを寄贈します。で、陸軍はじゃあもらっとこうかって言うんですけども、その時に藤田は今は領収書だけください。もう陸軍は이제あ받겠습니다라고で、그때이제부탄은아지금은이제영수증만주십시오라고で、で今度はその陸軍からの領収書と作品を両方持って、翌日から始まる戦争美術の展覧会に搬入に行きます。그리고이제그림하고육군성하고같은영수증을가지고전람회로갑니다。そして受付でこう言います。陸軍から借りてきた公式の戦争絵画です。그리고접수하는사람한테가가지고이건육군성한테빌린공식적인전쟁화라고이야기합니다。展覧会場に翌日からこれが並ぶ日の早朝には、新聞の主な新聞の一面にこれが載ります。그리고나서이제전람회가개최되는이른아침에신문에는바로일면에는바로이런그림들이실리게됩니다。というと、もう展覧会場でこの絵を鑑賞する人はほとんどいません。그전람회에서이그림을감상하는사람은거의없습니다。ほとんどの人はこの前に来るともう拝むですね。礼拝対象になってしまうということです。바로이제이그림은이제전람회에오는사람들은거의
예배에 대한 숭배에 대한 で結局はそういうことを考えると藤田というかその戦争絵画というのは何だろうという自分でも考える人によく尋ねられるんですけども、それは結局戦争絵画という絵の種類ではなくて戦争絵画として受け止める文脈の種類なんではないかという気がしてきます。전쟁어란무엇인가라고봤을때그그림의종류가아니라이이것을어떻게수용하는가의문맥의문제라고저는생각합니다。これは1943年に描かれた両方とも同じ年の絵なんですけれども、左側は若い無名の画家が描いた作品です。이거는두그림다1943년에그려진그림인데이밑에있는이그림은무명의작가가그린그림입니다。これ実際の事件この画家本人が言ってるんですけども、日本軍の、水兵が海戦の後ではぐれてしまって何十日も漂流した挙句、精神力が強かったんでしょうか、味方の基地まで生きて帰ってきた、そういう新聞記事を描いたんだそうです。이거는실제로있었던일인데요이수병들이표류해가지고굉장히정신력이강해서그런지몰라도나중에이제그자기기지로돌아왔다그런이제그런걸보도했던신문기사를토대로해서그런褒められるかなと思って展覧会に出品したところ、審査員からはなんだこの暗い絵は、お前は何が言いたいんだと言われてリジェクトされてしまいました。칭찬받을거라고생각해서출품을했는데평가평론하는사람한테왜이렇게그그림이어둡냐라고굉장히질책을받고이제거부당한그림입니다。かたや同じ年の、同じ海戦の後のエピソードを描いたのが上の藤田の作品です。こちらの方がもっと暗いといえば暗いんですけれど、全然問題にならない、ならないどころか海軍からこれはオフィシャルな戦争画であるというふうにすぐ認定を受けました。それはなぜかといえばやっぱりタイトルだと思います。タイトルでここに描かれているこんな悲惨な目に遭っているのはソロモン海戦が終わった後のアメリカ兵であるというふうなタイトルがついているからですね。今ね、表面に、で、クリミアは暗い、暗いんですけど、結局、公式的に戦争家として平和の認証を受けて、なぜかと言ったら、これはクリミアの名前と関連があります。これはソロモン海戦から米軍の言葉です。そういう点で藤田嗣治というのは、プロパガンダに関しては軍部なんかよりもずっと、上手であったというふうなことが言えると私は思います。ただしだからといって藤田というのがけしからん、アーティストにあるまじきというふうには思っていないんです。むしろこういう事例をから遡って表現とは何だろうって考えてみたいんですね。つまり表現というのはそれをがなければ伝わらないことをわざとすることで伝えることですね。うまく言えないけども、とてもわざとらしい振る舞いのことを言うわけです。プロパガンダというのもだからそういう点で言うと表現なんだということですね。それ表現におけるプロパガンダのあるいはプロパガンダにおける表現の存在感というのを、20世紀に分かりやすい形で彼はこう思い出させてくれた、そういう画家なんじゃないかなという気がします。いろんな측면で보면어떤측면で보면후지타는군보다훨씬더프로파간다를능했던사람이지않을까싶습니다。그렇다면이제그렇다고해서후지타가예술가가아니다고말할수는없을것입니다。바로이제문제는표현력에대한문제인데요일부러이렇게표현하면서그속에서이제의식적으로뭔가를전달하려고하는바로이런것들이후지타가굉장히뛰어난게아닌가싶습니다。はい、すいません、終わります。